さんにお邪魔していきます。シアンジさんは全国主要都市に広がる人気タピオカ店で2020年3月に北海道に初上陸いたしました。それでは行ってみましょう。大きめのタピオカに新鮮なミルクを加えた新安寿人気ナンバーワンのドリンク。とにかくもちもちしたタピオカの食感とミルクと黒糖シロップが融合したほんのりとした甘さがたまりません。甘いものが好きな方は黒糖バブルミルクで間違いなし。さっぱりとしていて甘いものが苦手な人でも美味しい、おしゃれで爽やかなフレーバーティーです。ボトルで頼めば一段と見た目もおしゃれ、持ち歩きができてとても便利、家で待っている奥様へのプレゼントにもおすすめです。ブルーラグーンはタツノオトシゴが日の光を浴びた海から深海へ降りていく、そんなイメージのドリンク。バタフライピーという青色の茶葉から抽出したお茶で混ぜると色が変わる不思議なドリンク。金粉も散りばめられていて新安寿の中でもインスタ映えにぴったり。すごい甘くてイチゴの匂いがします。飲みます。なんか匂いは普通の紅茶って感じなんですけど、ストレートティーって感じなんですけど、飲んだら結構甘くて、イチゴの風味もします。ちょっと一回振ってみます。中に下に溜まってるので一回混ぜて味変えてみます。今日綺麗、混ぜたらすごい甘くなってイチゴの味がより強くなります。美味しいです。ストレートティーとイチゴの好きな方におすすめです。新安寿で働いているスタッフのお二人にお話をお聞きしました。おすすめのメニューはありますか？はい、おすすめのメニューは一番人気の黒糖バブルミルクになってます。混まない時間はありますか？混まない時間は午前中とかでして、混むのが午後の2時から夕方にかけてになります。はい、タピオカの綺麗な取り方はありますか？はい、タピオカの綺麗な取り方はこちらブルーラグーンという商品なんですけども、こちらのように下にライトを当てると夜の夕日のようにするので、ぜひインスタとかにも拡散していただけたらなと思います。新安寿たぬき糀店のアピールポイントを教えてください。札幌、北海道の初上陸でして、タピオカがすごくもちもちで美味しいんですよね。で、ホットがありまして、ホットだとよりあったかいままなのでもちもち感が続くので、ぜひお試しください。はい、お客様は女性ばかりなんですか？女性も多いんですが、男性も結構来てくださることが多いので嬉しいです。はい、タピオカ以外でおすすめのトッピングってありますか？はい、今持ってるこのブルーラグーンっていうものにトッピングでアロエを入れるとすごく美味しいものになってます。そちら今左手に持ってらっしゃるイチゴのタピオカ、美味しそうに見えるんですけれども、はい、イチゴどのようにカットされてるんですか？
か？こちらは名前が初恋っていうので、いちごはハート型にカットしております。黒糖バブルミルクの美味しい飲み方ってありますか？美味しい飲み方が、飲む前に13回混ぜて飲んでいただくと一番美味しいです。ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ジュンキさん、今回何飲まれました？今回は男らしくタピオカイチゴミルクオレオいただきました。うん、ピンクのタピオカが可愛くて最後氷の間にあるピンクのタピオカを、ね、吸うのが楽しくて美味しかったです。非常に。黒糖バブルミルクも飲まれてましたけれども、うん、そちらと比べてどうですか？僕甘いのがあまりもともと得意ではないので、黒糖バブルミルク美味しいけど、僕はいちごミルクオレの方が好みです。お、飯田さんどうですか？そうですね、私今回撮影後にちょっと作っていただいたタピオカ全部飲もうと思ったらスタッフが全部飲んでいてちょ2口ぐらいしか飲めなかったんですけれども、ナンバーワンの黒糖バブルミルクはですね1杯全部飲めたんですけど、すごい甘めで、黒糖の甘さが好きな方はすごい好きな味だと思います。で、そう、あとブルーラグーンも飲んだんですけれども、ブルーラグーンとあとそうですね、このボトルに入ってた琥珀じゃない初恋っていうイチゴのティーのやつも飲んだんですけれども、そちらのブルーラグーンと初恋に関してはすごいさっぱりしていて、甘いの苦手な方でも多分飲みやすくて、タピオカも最初入ってなくてトッピングもできるんですけれども、アロエとか入れて変わった感じ、タピオカの感じだけではなくて他の味も楽しめるものになってたので、またプライベートでも行きたいなと思っております。行きましょう。はいそれでは飯田さん、最後にご案内お願いします。はい、株式会社アクセスジャパンでは札幌の中小企業やお店を盛り上げたい、その思いからサブスクリプションでのホームページ制作や動画制作、ウェブによる集客などを行っております。ホームページ制作は4980円から、動画制作は29800円から作成できます。必要な方はぜひ概要欄からご連絡ください。それでは、したっけねー。Yeah.